公開練習に平本蓮が現れないって言って、これ結構なんか怒ってる人おったよね。なんかミステリアっていう人の投稿で、平本蓮が風邪でファンイベントドタキャンした件だが、動画これな、女と海の家って下げまんだな、女ボケしてんじゃねえよっていう投稿があったりとか、ちょっと読ませてもらうね。エンターテイナー折原さんっていうのが、試合前の平本蓮を遊ばせるなんてクソ嫁もいいとこだな、嫁は何の注意もしないのか、ファンより嫁かよ平本蓮、朝倉未来もなんか言ってやれよ、養育費払わないお前もやばいけど平本蓮もよっぽどだなマジで。これ平本はね、絶対嫁のこと言われんのって本当に本当にムカつくと思う。ただ平本もそういうことやってるからね、実際に。ね、白川陸斗の奥さんの悪口言ったりとか。まあ、これで怒るのは分かんないけど、その嫁が下げまんとか言われることに対してムカつくから。でも本人もやってしまってるからね。もうなんかあんまり言い返せんような気もするんやけど。まあでも俺、これに関してもやっぱ心に余裕がないなと思うし、また平本キッズを敵に回すこと言うけど、正直これやんのは絶対まだ早いと思う。公開練習に行かないっていう選択肢。マクレガーとか、1位まで行ってるならわかるけど、さすがに実績とかも考えて、これはちょっと、どうなのかなと思う。これまず休むこと自体はそうやし、公開練習。これも含めての仕事と思うけど、ファイターは。ファイトマネーとかそんな、こういうのに参加するのも含まれてると思う。うん、それもそうだと思うし、あと平本蓮がね、ごめんちょっといろいろ言わせてもらうけど、なんか勝敗予想してるファイターたちにめっちゃ怒ってたよね。まあ俺のことも含まれてるかもしれないけど、ファイターたちが勝敗予想してることにめっちゃ怒ってる、なんか切り抜き見たけど、そんなもう言われんのしょうがないやん。そんなこんだけ注目されてるんやし、自分も勝敗予想やってたんじゃないの、鈴木千尋のねこととか勝敗予想したりとかしてたんやし、なんかそれはもうそんなんで怒る意味がわからん。俺も含まれてると思うけど、その勝敗予想してる人たちに。でもそういう人たちがおらんかったら、おるから注目されてる部分も多少はあると思うし、野球でもサッカーでもそんな勝敗予想とか何でもあると思うし、そんな言われるのはしょうがないと思う今日な。なんかでもそれも含めて心にやっぱ余裕がないんじゃないかなと思う。で、心に余裕があったら公開練習も来てると思うし、そんな勝敗予想ぐらいどうでもいいと思う、マジで。それはそうやってこんだけ注目されてる大きな戦いなんやし、で最近のこういう公開練習来てないとかも含めて、なんかだんだん平本蓮に余裕がないし、朝倉未来がね勝つんじゃないかなと俺はもうさらに確信しております。まあただ奥さんのはあんまり関係ない気がするけど、何の奥さん叩くのは気持ちよくはないけど、でもそれは自分が言われてるからしょうがない部分もあるよね。で朝倉未来がこれも俺まだ賛否あってめっちゃ叩かれたりもしたんやけど、朝倉未来ちゃんのコメントがあった。でもこれマジ心の余裕を感じるな。でも俺マジで挑戦者に関してはもうすごいなんか違和感を感じた。まあね、メンタルが優位な方が勝つ可能性が極めて高いと思うけど、特に格闘技って高いと思うけど、もちろん勝負になったらね、どうなるか分からんとは思うけど、マジ平本になんか心にゆとりがないような気がするし、この対決が実現することに満足してるように俺は感じます。まあ朝倉未来がプチ整形っていうニュースがあって、これ俺マジなんかなと思ったけど、マジで下っぽいよね。なんか目の左右差を合わせたの、みんなが思ってる疑問と思うけど、一応俺も言わしてもらうけど、なんでこの時期なん、試合終わってからでいいやん、今か、今その整形と思ったんやけど、心のゆとりの表れかなとも思った。正直なんかこの時期にプチ整形すると、俺だって試合前にやろうとは絶対絶対ならんけど、でも絶対勝てると思ってる試合があるんだったら試合前にやるかもね。だからある程度心にゆとりがあるんじゃないかなとはまあ思った。プラスに捉えるとしたら。